希望、いい言葉じゃないか。あのね、私がそんな真似するわけないでしょ。久しぶりに本気を出させてもらうぜ。まずぶちかましてやるか。せっかくこんなに陽気がいいってのに。だな。それはそれで腹が立つわね。おめえ、結構強えな。ほらとまた勝負してくれ。私が一肌脱いじゃおう。あなた、私と一緒に山を降りて村の人たちと話し合いなさいの。ここは騙されたと思って藁にでもすがるつもりで、野良犬にでも噛まれたつもりで、暴れ馬に蹴られたつもりで、リナに任せてみろよ。お前、それ以上オラに近づくんじゃないぞ。肉よ、肉肉ミートアゲインバッシャン。こんなに陽気がいいってのに、あちこち駆けずり回るのは嫌だ。奥の手ふふふ。さっきから言おうとは思ってたんだけど、そんなのは邪道だ。土木工事というものは。そんなのこんなのないわよ。お前ら、それそれ。ああ、弱虫。変な気分がするぞ。ベジータさんと修行ばかりしてないで相手してよ。世の中にはまだ強いやつが。あれ、いつものママとなんか違うような。敵で戦ってもいい？させない。私も手伝う。敵はオラのハーベストが倒した。言っとくけど半端じゃなく強いわよ。いや、隠れたわけじゃねえ。あんまり見くびらないでね。私だってこれくらいはやれるのよ。ごめん、あの人は全然大したことないや。本気で戦ってもいい？僕が決めちゃうもんね。結構強いぞ。ヌーツは呼んだ。今度はオラの反撃開始だ。あれ、手伸びた。どうする。それ以上抵抗したら。ウーさんとアバの弟子同士の対決ってことになるのかしら。の二人が合体するなんて、私の力通じるかしら。お前なんか死んじゃえ。おめえは素手で倒す。パパってその気になったらじいちゃんより強いって本当？いいな。このまま前進するわよ。なんだかわからんが、偽物どもか。早く戦いに戻れ。はい。札束だと。盗賊キラーだの、ドラマタだのって言われたことがあるけど。あれ、レレ？え？脳みそに肉の芽を植え付けられた時、恐怖に対して鍛えられたからな。あの人は人の3倍濃いからな。汚れたり怪我したりしなくていいじゃないのよ。ごめん、アムチャじゃねえか。その願いはいずれ叶いますよ、なんてね。そういえばいたな、そういうやつが。今なんて？今
月さんって前に話してたガセネタつかまされたってことかしらね。もうここ広すぎ、工場から走るなんて言わなきゃよかった。およっ、ねえ、あんまし変わってねえな。最近任務で里出てて初めてのパーティー。せっかくこんなに陽気がいいってのにあっちこっち駆けずり回るのは嫌だって言ってんの。さくらでいいってば。左だけど招待状見た？神月さんから確認してくれって言われたんだけど。いや何も。スマイルはダンスの基本よ。そうじゃないでしょ。何をしているのだろう。もう眠っているのだろうか心配かけて。それがそうじゃないんです。偽物どもか。20代後半の僕は一体何をしているんです。教えてくださいよ。なんだ、なんか問題でもあるのか。逃げる気か。なんで俺が。何をって言われても。明日なの。いきなりだけど招待状見た？神月さんから確認してくれって言われたんだけど。どういう、あんたは人間の言葉喋ってるじゃない。精進しなよ。訓練でも手は抜かないよ。さっさと終わらせちゃうよ。一瞬の差が命取りだね。言っとくけど半端じゃなく強いわよ。なんで俺が。あれからいろいろあったな。まさかお前。こいつを昔のように誰にも気づかせなくしてやる。そのリオの正体を暴き倒すため、完璧に気配を消してやろう。僕なら二度と戦いを挑みませんけどね。そうか。二度と我々のそばに近づくな。近づいたら罰を与えるぞ。何をしているのだろう。もう眠っているのだろうか心配かけて。あなたの炎のスタンドは威力がありすぎると言おうと思ったのですが、そこんところだが、なぜ同行したくなったのかは僕にもよくわからないんだがね。じゃあ難しくはあげるよ。私よりもどうなってるのよ。もうどうしたんだ。神月さんって前に話してた。あれで伸びた。距離を取って戦うなら。招待状？パパ何してるの？奥の手？もしまた変なことしでかしたらただじゃおかないわよ。100歩譲ってそういう理由でスカートを履かせているというのを認めるとして。それにこの破壊力は。でも終わり良ければ全てよし。やっと帰ってこられたんだもんね。悪とは敗者のこと、正義とは勝者のこと。そういうもんなのか。20代後半の僕は一体何をしているんです。あれ、そんなの私もいつも気にしてないよ。じゃあ行くって伝えとくね。そういうことはもっと早く気がつきなさいよ。エレミーだってマジでお金持ちなのね。いや、そういう反省じゃなくて。鍛えられたからな。6ヶ月ほど前リオに出会って脳みそに肉の芽を植え付けられた時に、恐怖に対して鍛えられたからな。こんなことやこんなことって言うと。それ以上無駄な抵抗をすると本当に首をへし折る。その願いは。一瞬の差が命取りだね。後悔させてやろうじゃないですか、僕たちを相手にしたことを。一瞬の差が命取りだね。ついてこれる？何が文句あんのよ。その体を取り戻してあげようって言ってんじゃないのよ。こいつを昔のように誰にも気づかせなくしてやる。そのリオの正体を暴き。もう戦えないよ。青越反対派の連中は盗んだ金貨をどこに隠したのかなって。捨てるわけにもいかないし、家の中に隠したなら夜探しされたら一発だし、手に埋めるにしても後がうしゃうしょ。特にこのリナは本当に何をするかわからないぞ。よし、大技行くわよ。だけど招待状見た？神月さんから確認してくれって言われたんだけど。この人全然大したことないや。おめえなんかにゃもうやられねえ。精進しなよ。ついてこれる？あの人人の3倍濃いからな。随分気分の転換が早いな。もしかして家に肉付けなのかな。
参ったな。僕のことを覚えていないみたいだ。青腰反対派の連中は盗んだ金貨をどこに隠したのかなって結構な量だし、まだ負けが決まったわけじゃない。今まではあのレゾに体を改造された不幸な境遇ってのもあったのに。時間だ、奴は時を止められるんだ。まあでもドラドラのびっくり鍋はせめて一口食べ、その願いはいずれ叶いますよ。この傷のお返しをさせてもらうことにするよ。元の体に戻ったゼルにキャラクターが立ってないって状態なのよ今のゼルは。何？そうなのよ。それで私たちもえらい迷惑こいててさ、これからそいつらをぶっちめに行くとこなの。よしてください。僕は当然のことをしているだけですよ。地下迷宮だとか言ってるけど、本当のところここは地下下水道なわけじゃない？立ち上がる気か。だが悲しいかな、その行動を例えるなら。ねえ、私たちあのケルンとかいう魔導士やっつけたわよね。お前があのスタンドの正体、この傷のお返しをさせてもらうことにするよ。今なんて？こいつを昔のように誰にも気づかせなくしてやる。そう、ディオの正体を暴き倒すため、完璧に気配を消してやろう。鍛えられたからな。6ヶ月ほど前ディオに出会って脳みそに肉の芽を植え付けられた時に、恐怖に対して鍛えられたからな。何をしているのだろう、もう眠っているのだろうか、心配かけてすみません。引きちぎると狂いもだえるのだ、喜びでな。何？その行動を例えるなら、ただ撃たれるだけにのみ立ち上がったのだ。僕なら二度と戦いを挑みませんけどね。お言葉ですが、僕は自分を知っている。バカではありません。コーヒーぐらいでちょっと怒りすぎてしまった。何の？何の悪行でこんな目に遭わなきゃならないってのよ。俺は一体何の真似？俺は一体何の真似？痛い。後悔させてやろうじゃないですか。僕たちを相手にしたことを。二度とあの時の。どういうこと？二度と我々のそばに近づくな。近づいたら罰を与えるぞ。20代後半の僕は一体何をしているんです？教えてくださいよ。そんなこちらの攻撃が効いていない。距離を取って戦うなら僕の方がずっと有利なんだ。僕は自分を知っている。バカではありません。このままじゃやられちゃう。なんとかしなきゃ。捕まった。でもここで引くわけには。これ以上敵を近づけさせるわけにはいかないわ。警戒を強めて。これ以上敵を近づけさせるわけにはいかないわ。目標未だ健在よ。警戒して。私だって二度とあの時の隊に戻らない。我が物陰に潜みたがるのだ。だから結局何なのよこの虫どもは。この丁寧すぎる態度、神経に触るやつだっていたのに気づかなかったな。もっと立ちが悪いわ。それ以上無駄な抵抗をすると本当に首をへし折るぞ。ここであったが100年目、今こそ決着をつけさせてもらうわ。負けたやつが悪なのだ。修行の手伝いしてあげる。非常に不気味なやつだど。そっちこそ後から来たのに偉そうに。うるさいのはそっちでしょ。今は目の前の敵を倒すことが先決ね。今逃げたら大事なものを失ってしまうから。お父さん、なんとか僕が食い止めるよ。お邪魔してます。なんか人の良さそうなじいさんじゃないか。そんな。お黙り。大体すでに目的と手段が入れ替わっちゃってるでしょ。もともとは人を救うのが目的なのに。容赦のないことで。ああ、こら、私たちを無視してどこ行くつもりよ。無能のくせに、お前。久しぶりだな。なんか嫌な奴らしぶりに本気を出させてもらうぜ。貴様が相手なぜ勝てんのか分かるか。それは貴様が偽物で。それは
あんたが私に勝つまではって私に勝負を挑むためでしょ。マリー、この俺を超えてみろ。簡単には超えさせないかな。なんでって。だって邪魔見ろ。宇宙一はサイヤ人であるこの俺だ。この二人が合体するなんて私の力通じるかしら。俺がダメなんだ。身も心も頭の中もクラゲなんだ。クラゲの国に帰らなくちゃいけなくなった。ぜいぜい派手に暴れるか。貴様のような下級戦士が何のようだ。そうか、強行手段だ。まだ負けたわけじゃないですよ。なんて卑劣な奴らだ。許さん。点数をつけるとすれば30点ってところだ。この野郎。そうなのよ。それで私たちも偉い迷惑を受けてさ、だからそいつらをぶっちめに行くとこなの。やったー。捕まった。でもここで引くわけには。死ね！恐るるに足らん。裏のことなめる。この二人が合体するなんて私の力通じるかしら。火の使い方もだいぶ上手くなってきたみたい。そんなガイお前らガイ勝ったら飯を持ってやるから待ってるな。がっかりさせやがって。ガッ、約束忘れんなよ。戦いの最中もジロジロ見やがって気に入らない野郎だ。私よりもどうなってるのよ。もうやったー。よし行くわよ。よくもやってくれたな。一瞬の差が命取りだね。ついてこれる。いいですね。お前があのスタンドの正体。この傷のお返しをさせてもらうことにする。おめえなんかにはもうやられねえ。貴様らが
うっしゃー、お目当てはここじゃ。やったー、いぶきです。私も神月さんのお話を。おい、リナ、ちゃんとこの耳で聞いたぞ。でもまさかお前が飯をおごってくれるとはな。それはもしかして上に猫舌なのかな。くそ、言われてみれば確かに、この世の終わりが来ようとリナがポエムランドを作るはずがない。いつまでも貴様の駒でいると思うなよ、ふざけやがって。なんちゅう情けない感じ方だ。一番の問題だよな。あの女どもの合体などとくだらん真似を。サイヤ人なら自分一人の力で戦いやがれ。今のこの体もこのクラゲの姿が本当の俺。普段の人間の体の方が着ぐるみだった。多分やむにやまれぬ事情があったんだろうけど、やっちまったことは。口だけは達者なようだな。貴様らとは出来が違うんだ。そんな心配することないさ。コロッケは噛みついたりしないぞ。ついてこれる？あ、でも私普通のワンピースしか持ってない。それに神月さんって。私も誘われてたんだけど、明日はちょっと用事があって。貴様だけは俺より先には絶対に行かせん。立ち上がる気か。その行動を例えるならボクサーの前のサンドバッグ。もしはって加減してよ。欲しいものを手に入れるときには戦わなくちゃならないときもあるってことよ。俺は宇宙一だ。青越反対派の連中は盗んだ金貨をどこに隠したのかなって。結構な量だし捨てるわけにもいかないし、家の中に隠したならよそがしされたら一発だし、土に埋めるにしても後が目立つ。言われてみれば確かに、この世の終わりが来ようとも身も心も頭の中もクラゲなんだ。調子に乗るなよ。騙す貴様は俺が倒す。俺様もなれるんだよ。後腐れのないように粉々にしてやるぜ。もう容赦しないわよ。そんなの私もいつも気にしてないよ。これから起こる事柄に僕は後悔はない。当然のことをしているだけですよ。もうこんな時間か。そろそろ戻らなきゃな。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。美しい女の子。こいつを昔のように誰にも気づかせなくしてやる。世の正体を暴き倒すため、完璧に気配を消してやろう。すごいけど懐かしい気。だからこそ会いたくはなかったのよ。できることならさっさと終わらせちゃうよ。精進しなよ。いきなりだけど招待状見た？神月さんから確認してくれって言われたんだけど。それ以上無駄な抵抗をすると本当に首をへし折るぞ。今なんて。最近任務で里出てて今帰ってきたところだから。なんでも最近は三連とかってのが流行りなんだろ。それはまあ良かったんだかどうかよくわかんないんだけど、多分それが一番なんだと思うわ。あ、サライ？うん、そろそろ着くよ。よし、何年経とうが君は変わらないんだな、丈太郎。やったー、早速始めるよ。面白かった。またね。薄らぎ気がらわしいやつか。なぜ勝てんのかわかるか。それは貴様が偽物で、身勝手の極意とやらの力確かめさせてもらうぞ。俺はお前を超える。向こう水のバカはいるもんだな。これからはこの俺様の時代だ。くだらん。なんだてめえは。あの女ども合体などとくだらん真似を。おや、まだ生きているの。実力差がありすぎて勝負にならねえな。なんだと。なんだと。なんて戦闘力だ。